最近、ちょっとだけ元気になったよな。お前、少しは立ち直った。そっか。それなら良かった。もう元彼のこと、は思い出したりしない。まだたまに思い出すのかよ。もう別れて3ヶ月も経つんだし。 そろそろ完全に忘れた方がいいんじゃねえの向こうはもう、お前の顔も忘れてるよ、きっと。相変わらずストレートな言い方だって。そりゃそうだろ。俺とお前の中じゃ、変な遠慮なんかされても、逆に辛いだろ。どうした 急にお礼なんか言って。何失恋から立ち直れたのは、俺のおかげ。そんなの当然だろ。俺たち幼馴染で、親友だろ。大変な時は、お互い助け合わないと。で、続きは 本当にありがとう。いつか必ず恩返しをするから。いやいや、そうじゃなくて。あのさ、普通さ、こういうシチュエーションになったら、ありがとう。私目が覚めたよ。本当に必要なのが誰なのか、やっと理解できた。私、 あなたのことが好き。俺たちと付き合ってください。ってなんのが普通だろう。それがなんだよ。オリオと、いつか必ず恩返しするから。で終わっちゃうわけ。なんだよ。その驚いた顔。はぁ、あ。お前さ。 まさか俺は本当に、幼馴染みで親友だからって理由だけで、お前が失恋したから、ずっとお前のそばで、お前のこと励まし続けてきたと思ってんのか。そんなもん、建前に決まってんだろ。気づけよ。なんで俺と一緒にいるんだよ。そしてどんだけ鈍感なんだよ。 ラノベのヒロインか。もう少ししたら異世界に飛んで悪役令嬢院でもなるつもりか。そんなの絶対認めねえよ。<laughs> いや。ここまで来たら、あれだな。俺が悪い。ずっとお前のことを一途に思ってれば、いつかは振り向いてくれるだろう。う そう思い込んでた俺が悪かった。そんな方法でなんとかなる相手じゃないのにな。いつからお前のことが好きだったかって。ふん。ずーっと昔からは。俺が中学時代から、誰に告白されても。 好きな人がいるからって理由で断ってたのを知ってるよな。そんで最近は、難攻不落とか言われて、あいつにあそこまで思われてるやつが、一体誰なんだって噂になってるのも知ってるよな。その好きな人が、自分かもしれないって、一度も思ったことないのかよ。 そんなに自分に自信がないわけそれとも、俺のことを男として一度も見たことがないとかでも、<laughs> そうかよ。<laughs> まあ、正直でよろしい。でも残念。 俺の好きな人は、お前だよ。昔からずっと大好きで、なのに全然意識してもらえなくて、幼馴染の関係まで壊れるのが怖くて、俺から告白する勇気もなくて、お前に彼氏ができたとき、食事は喉を通らないし、夜は眠れないしで、 結局倒れちゃって、病院で点滴まで打ってもらったんだからな。我ながら情けなくて、倒れた原因は誰にも言ってないけど、別に謝んなくたっていい。っていうか、惨めになるから謝んな。<laughs> でも、逆にお前に彼氏ができて、 気づいたんだ。俺はお前がいないと、本当に無理なんだって。だからもう、我慢しない。お前が他の男と付き合うとか、もう絶対許さない。 今回は初犯だったから許してやるけど、これでイエローカードだからな。次またお前が他の男に行こうとしたら、どうなるかはやってみたらわかるよ。おすすめはしないけど。<laughs> ちなみに俺さ、お前が彼氏に浮気されて振られたって話を聞いて、お前の元彼を、 めった刺しにしたい衝動を去るのに必死だったんだ。そのために、ナイフまで買ったんだよ。見てみる。<laughs> なんだよ、その情けない顔。冗談だよ。そんなことするわけないじゃん。とにかく、そういうことだから。今日からお前、 俺の彼女だ。言っとくけど、お前に拒否はないから。え何今まで気づかなくてごめんなさい。お前も俺のことが好き。いや、ちょっと、まっすぐな目でそんなこと言われたら、照れ隠しもできなくなるだろう。 そうだなもう照れ隠しなんかしなくていいよな、うん、ありがとうお前のことを一生大事にするから絶対に悲しませたりしないからだから これからもずっと、俺と一緒にいて。大好きだよ。末永く、よろしくな。